This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok, and we laid over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。首相はタイの経済に対する日本の民間部門の信頼を歓迎しています。政府は外国人の不法労働取り締まりを強化する方針です。保健省は赤道ギニアでのマールブルグ病の拡大を監視しています。デジタル経済社会省がタイのゲーム業界を国際舞台へと押し上げるプロジェクトを立ち上げました。それではまず初めのニュースです。首相はタイの経済に対する日本の民間部門の信頼を歓迎しています。プラユット首相は日本商工会議所バンコク支部の2022年下半期のタイにおける日系の会社の経済見通しに関する調査で、日本の民間企業がタイ経済に引き続き自信を持っているとの報告を喜ばしいと評価しました。今年のタイの経済成長は回復を続ける観光業をはじめさらに成長すると予測されており、さらなる投資拡大を計画している会社が多いと報告されています。調査結果によりますと、2023年上半期の変化の方向性指数 BI 指数では、タイは21ポイントであった2022年下半期から今年は28ポイントまで上昇すると予測されています。日本の企業が期待しているのは、インバウンド観光の増加が経済に好影響を与えること、そして原材料や部品の不足が解消されることです。これらが解決されれば、日本の企業 33% が事業を拡大し、他国からタイに拠点を移す可能性があると指摘しています。現在エネルギー価格の高騰、インフレ、金利の高騰が事業運営の大きな障害となっています。韓国日本人商工会議所では、在タイ日系企業の経済見通しに関する調査を年2回実施しています。今回の調査は2022年11月29日から12月23日の間にかけ実施され、タイ政府にとっても日本の民間投資を妨げる問題の改善や解決に役立っているものです。プラユット首相は、外国からの投資を継続的に促進し推進するための政府の政策に対応している全ての関連機関に今回の結果を感謝しました。タイにおける外国投資は2021年から2022年には 36% 増加しており、政府は投資促進だけではなく投資環境も整える方針で、国の競争力を上げるために支援を進めるとしています。次のニュースです。政府は外国人の不法労働取り締まりを強化する方針です。プライト首相は、外国人が許可なくタイでビジネスを行っている問題を解決するための対策を強化しています。商務省は全国の地方商業事務所とビジネス開発局とともに、タイ人のビジネスチャンスを損なうような外国人によるグレーなビジネスを取り締まっています。1999年度制定の外国人ビジネス法に基づいて、各会社の登記や店舗の登録について厳しい審査を行っています。バン
コクトで多くの中国人が不法に働いているとされているヤワラート地区、サンパタンウォン地区、ラチャダー地区、フイクワン地区を中心に約200社の登録申請情報を調査と検査を行っています。バンコク都に限らず全ての県地域での検査も重視しています。観光都市、レストラン、飲食店、宿泊施設、レンタカー、土産物店、マッサージ業、スパなど観光に関連する事業を中心に検査を行っています。1999年の外国人ビジネス法では外国人がつけない事業がいくつか決められています。新聞業、ラジオまたはテレビ放送事業、農業、養殖業、園芸業、畜産業、林業および天然の林からの木工加工、タイの水域および排他的経済水域における水生生物を対象とした漁業、タイハーブの抽出関連業、タイの骨董品または国の歴史的価値を持つものの取引とオークション、仏像の製作、鋳造、宅発、土地取引などとなっています。また会社の登記においても財務省法の管理権限を持つ持ち株比率も検査されます。ビジネス開発局は違法が指摘されても15日以内に説明のための追加情報を提出する時間を企業に与え、それでも提出されず違法が認められれば労働省や警察などの関連機関に情報を通報します。プライト首相は地域の徹底的で慎重な調査と厳格な法執行を強調し、外国人の違法労働問題を注意深く監視するよう指示し、また国内の各ビジネスが適切に運営できるよう法的知識や情報を提供することも忘れないでほしいと述べています。次のニュースです。保健省は赤道ギニアでのマールブルグ病の拡大を監視しています。保健省は中央アフリカ赤道ギニアでマールブルグ病が初めて発生し9人が死亡したと発表し、タイへウイルスが持ち込まれないよう監視を続けています。保健省によりますと感染者は高熱に見舞われ激しい頭痛、出血があり、症状はエボラ出血熱と似ています。亡くなった全員が重度の感染者でした。現在発熱と吐血、下痢などの症状で16名の感染疑い例があります。また世界保健機関は専門家チームを現地に派遣し病気の調査を行っています。マールブルグ病は感染すると発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛に続き発疹が見られます。その後黄疸、全身衰弱、精神錯乱、出血、多臓器不全をきたし、その多くが亡くなります。現在ワクチンはなく対処療法以外の治療法はありません。タイでは感染症法に基づき13の危険な伝染病の一つに指定されています。2015年の感染症法によりますとこの死亡率は 88% と高く、エボラウイルスと同族のフィロウイルス科のウイルスです。エボラ出血熱と同様に感染者の血液や体液などの分泌物を介して感染します。このウイルスはコウモリの体内から発見され人にも感染します。タイではマールブルグ病の感染は見つかっていません。しかし様々な国からタイへの旅行者が増えており、疾病管理局では世界保健機関や他の機関からの情報を注意深く監視し継続的にリスクを評価しています。赤道ギニアとカメルーンへの渡航は禁止していませんが、到着時の検査は厳しくなっています。保健当局はタイに到着した乗客に感染の疑いがある場合、体液の検体を採取し3時間以内に本人に結果を通知するよう指示しています。詳しくは疾病管理局ホットライン1422で問い合わせできます。次のニュースです。デジタル経済社会省がタイのゲーム業界を国際舞台へと押し上げるプロジェクトを立ち上げました。チャイウッドデジタル経済社会大臣はコロナ後世界には新しい仕事がたくさん誕生していると述べています。新産業ではゲーム、アニメ、キャラクター、国際的なスポーツとして人気を博している e スポーツなどのデジタルコンテンツ産業があり、デジタル経済社会省ではこれらを重要視し、拡大を支援しています。
デジタル経済社会省はゲームをすることは単なる楽しみではないと強調し、タイのゲーム産業における国際化を目指し、プロジェクトリーバタイゲームインダストリーグローバルを立ち上げ、ゲーム産業の発展を目指しています。このプロジェクトはゲームを楽しむだけではなく、雇用やキャリアを創出し、経済を支える産業へと成長させていきます。リーバのナタポン委員長は、2021年のタイのデジタルコンテンツ産業の総額は420億バーツで成長を続けているとしています。リーバでは国際競争への備え、タイの起業家に貿易交渉の機会も提供し、投資家とのネットワークを構築していきます。また保護者にゲーム産業や e スポーツへの理解を深める活動も進めます。ゲーム業界に携わる人材を育成し、5万人以上の搬出を目指します。ゲームプログラマー育成プロジェクトでは、タイのゲーム開発者が自らの可能性を発揮し、スキルを高め、質の高いゲームを制作するための機会を提供し、500人以上のゲーム開発者の強化を目指します。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.